おいしたいぜ単純にちょっと俺普通に通用しない、選手動向じゃなくて。ランク戦めっちゃ打てんのにな、最近超高速フェード全く打たれへんわ。ランク戦俺今打率6割1分5やで。単純に多分もう反応スピードが追いつかへんのかもしれん、これ多分やけど、多分さ、もうちょっときついかもしれん、都市的に。ランク戦のスピードが超高速フェードぐらいのスピードになってて、超高速フェードが非表示ぐらいの感覚になってるかもしれん。俺年齢には勝てん、マジで。 YouTube は引退してない、だって俺もう別うまいで打ってないから、プロスピは。引退はせんでよくない？だって俺のリアタイやってる姿はみんな見たいから見に来てるやろ。明日か明後日の動画でも言ってるけど、めちゃめちゃ打てるわけよ、ランク戦が。だから多分、まあ、練習してたらもっと違うんやろなっていう話はしてた。普段から毎日超高速フェードの練習とかしてたら多分打てると思うけど、単純にもう動画撮影の時しかリアタイやってないから、毎日練習したら多分けどもっと打てるんやろな、まあ、毎日とは言わずに大会期間ちょっと前ぐらいから毎大会言ってるせん。いや無理やねん、マジで練習する暇がない。帰ろ、よーし、ごめん、練習する暇ないは嘘ついた、ごめん。モチベーションがない、そこまで。今もう動画作るモチベーションの方が高い。ここにいるみんなプロになってほしいと。いや、プロになれる範囲ぐらいまではマジで頑張りたいなと思っててんけどな、今年は。プロはね、多分その本戦とかまで行かないとなれないから。なんか見たことあるなぁ。懲罰交代されてるやん、懲罰交代食らってるやん。これからもりもり頑張ってください。もりもり頑張ってっていう人珍しいな。